岩手県内には古い時代の仏像がたくさんあると聞いております。皆さんもお近くのお寺などで1体か2体ご覧になったことはあると思います。今日のふれあい岩手シリーズ伝統と文化はこの仏像をテーマにお送りしてまいります。今日は県立博物館の大谷邦則さんと一緒に番組を進めてまいります。大谷さん、どうぞよろしくお願いいたします。仏像と言いましてもね、はい、私たちこれは観音様ですよとか如来様ですよと聞いたりするんですけれども、全部含めてこれ仏像と言えるんでしょうか。そうですね、仏像の種類がたくさんありましてね、はい、まあ、大きく言いますと如来、菩薩、うん、明王、天部、はい、まあ大体これが主流なんですが、それ以外にもね、例えば、まあ、神様の一部を含めて仏像という場合があります、はい、例えば道の横に立っているお地蔵様がありますよね、はい、あれはあれももちろん仏像でございます。仏像と言えるんですか、はい、ね、石で作ったりですね、鉄で作ったり、はい、あるいは木で作ったりします。はい、岩手県には大変その仏像が多いと伺いましたけれども、はい、平安時代の仏像だけでおそらく200を超えますですから、もうまた中世のものとかですね、江戸時代のものでもとても味のあるものがたくさんございましてね、ほとんどそれは皆さんご覧になったことがないんだろうと思いますね。なんかそういう意味ではちょっともったいない気がしますよね。今日はですね、皆さん多分そんなに何度もご覧になったことはないと思いますけれども、とても素敵な仏像を何体か撮ってありますので、ご覧いただきながらまたお話を進めてまいります。まずこちらの方は、玉山村の東楽寺というところにお邪魔したわけですよね、はい、この仏像、これはどういうものになるんですか。はい、11面観音さんです。真ん中に3メートル61という、はい、もう岩手県でももう随分大きいですね、方の観音様です。こちらは仁王さんですね、はいはい、この仁王さんの、これもですね2メートル20ぐらいありまして、平安時代の岩手県では唯一の仁王さんですね。この、ま、口をあっと開けて、はい、片方はうんと閉じてますね。いわゆるあうんでございますね。あ、はい、その他こちらには十一面観音がたくさんございまして、はいはい、まあ、十一面観音っていうの名前は、まあ、他でも聞いたことがあるんですが、はい、その十一っていうのは何か特別な意味があるんでしょうか。はい、額の上にですね、観音様の小さなお顔を、はい、まあ、10個つけてるんですね、はい、それと、まあ、本面といいますか、ご自分の顔と合わせて11面なんです。日本ではあらゆる方向を示すのに四方八方と言ってますけども、はい、インドでは十方というんですね、ですから東お顔をつけてるということは、あらゆる方向を見てらっしゃると、まあ、観音様に助けてくださいと言えば、すぐにその声を聞いて助けに来ていらっしゃると、はい、くださるという、そのまあありがたい観音様なんですね、はい、頭のてっぺんのところにはついてるのは違うんですか、はい、あれはですね、阿弥陀如来のお顔でございまして、はい、実は観音様はですね、早く阿弥陀様みたいに、まあ、悟りを開きたいと、まあ、そういうことで一生懸命努力されている仏様なわけです。そこでその目標のですね、阿弥陀様のお顔を一番頭の上に今いただいているということなわけです。様と如来様というのはそういう関係にあったんですね。如来様というのはですね、もうその悟りを開いた人という意味でございましてね、はい、まあ、仏教では最高の位です、はい、まあ、それに対しまして、観音様、観音菩薩と言いますね、地蔵菩薩も菩薩でございます、はい、その菩薩というのは、その早くその如来になるためにですね、修行している人という意味なんです。ですからちょっとランクが違うんですね。同じ仏像でもちょっとこう、はい、違いがそういうところにもあるんですね。そうです、はい、こちらは紫波町のですね、はい、赤沢というところにございます、まあ、この上に白山神社という神社がございますけど、はい、藤原平泉との関係のあるという由緒深いところでございます、はい、でこちらに7体のですね、薬師如来さんがお祭りしてございまして、真ん中の薬師さんが背がちょっと大きいんです。そうですね、の周りに3体ずつですね、はい、これは薬師如来さんというのは手に薬壺を持っていらっしゃいます。あ、そうですね、持ってらっしゃいますね、はい、これでその病気を治してくださるんですね。あ、でこれはその個人的な病の他に、まあ、国家の病ですね。
戦争とか、はい、あるいはその何か悪いことがあるとか、そういうものもその全て沈めてくれるというあの信仰があるわけなんです。で特にですね、はい、このようにその7体ですね並べて拝むと非常にまたその効果が大きいということから、うん、あの七仏薬師この7っていうのもやっぱり何か意味があるんですか？はい、特別な意味があるんですね。はい、あの昔からですね、何かその、お願いするとき、あるいはおまじないするときにですね、もう7という数が一つの基本になります。何かあの霊力を持つ魔力のある数字として信じられているんですね。はい、これはあの紫波町のその正恩寺、はい、すぐあの近くですけども、はい、こちらにあの毘沙門様、真ん中が毘沙門様ですね、はい、それから両脇の小さいのがあの五大明王という、はい、でこれは仏教をその守るあの神様、毘沙門天です、はい、でこの仏像は実はあの平泉よりも古い仏像でしたね。そうなんですか、はい、でちょっとこう堂々たるお体でしょ。そうです、ね、肩が張ってましたね。勇ましいと言いますかね、はい、まあ、これはあの甲冑を身につけておりましてね、そしてあの、今もありませんけども手にはあの矛を持ってまして、で、まあ仏教をその邪魔する敵をこう追い払うわけですね。で特にこちらに あるその毘沙門様はですね、三原たちももうあんまりね、はっきりはしてないんですが、平泉よりも古い時代の、はい、特色をよくとどめてますし堂々たるお姿してますので、県の指定ということになっております。そうなんですか、はい、本当にねこう仏像といいましてもいろんなこう形の違いやらそれからどういうこの仏像はどういうお役目をしているかっていうのも違いがいろいろあるんですね、はい、そうですね、はい、そういうの私もね今日初めてね、はい、ああなるほどと思いましたね、はい、うん、それから、まあ、岩手県にはですね、はい、もっと、まあ、ユニークって言ったらちょっと仏様に失礼かもしれませんが、ね、はい、これも仏様というような形をしていらっしゃるのもあるそうですね、はい、もうたくさんありましてねとても調査をしてて楽しいんですね、はい、そういったあの珍しいといいますかね、変わった形の仏様も何体か取ってありますので、今度はそれをご覧いただきましょう。まずはこちらは法釈寺なんですが、これも仏様。はい、これは六観音、六体ございますね。で観音様というのはですね、はい、困っている人がいれば、うん、すぐその救いのですね、手を差し伸べて、はい、しかもその姿を変えて一番ふさわしい形の姿になって現れて救ってくださるという、うん、とても ありがたい仏様なんですね。まあ、ちょっと見た感じですね、今までこう、はい、ご覧いただいたのとちょっと形が違ってもっともっと人間らしいというか。そうなんですね、こちらのですね、観音さんはとても私が好きなのはですね、この、まあ、お顔ですよね、はい、本当にもう仏様っていうのは普通はこう円満にですね綺麗に作られるんですけども、はい、むしろと言いますかもう人間の顔と言いますかね、うんうん、あるいは地元の人の顔、はい、あるいはまあ庶民の顔と言いますか、そういうのがそのままこう現れてるんですね。そうですよね、はい、とても親しみ深いしね、本当に観音様がね、と言いますか、こう救ってくださりにですね、村人の中に村人のそのお姿で入ってきたという、そういう感じがするんですね。そうなんですね、はい、そして今度は正福寺ですね。ここには十王さんがありまして、はい、人間が亡くなればですね、三途の川を越えるわけです、はい、で越えたところにですね、実はその脱エヴァというですね、来てるものを 奪ってしまうというその、まあ、怖いおばあさんがいましてね、はい、そしてその脱がせまして、それをこう木の枝にかけるんですね、はい、そしてですね、罪の重い人はその枝がぐーっと下がるという、まずそこでその、生きてる時のその罪の深さというのをですね、まず示すんですね。7日ごとに、はい、王様の前でその前世の裁きがあるんですね、で、非常にいい人は当然天国と言いますかね、極楽の方に行けるんでしょうけども、悪い人はもう地獄の苦しみにお味があると。ですからこの十王さんにですね、王様を拝んでおけば、生前の罪を軽くしてもらえると。だから皆さんのね、身に覚えのある方は、
せいぜい拝んでおいてくださいと。この獣王様ですね。はい、そういうことですね。こちらは、はい、はい、あの雷電神社に非常に珍しいものがあるんです。はい、あの掛け仏というものがあります。はい、これはですね、もともとはあの、その神様の方のシンボルである鏡に、仏様がこうお姿を現したというものなんですね。昔は天然痘疱瘡が一番怖かったわけです。で、あの手に持ってる丸いものですね、はい、あれはあの天然痘にかかりますとこう赤いその発疹ができるんですね、はいはい、あれを意味してるんですね。この、イモンバ様に、はい、あのかからないようにお願いするというものなんですね。それにしてもね、非常にね、これが仏様神様なのかなと思うほどジューモラスでしょ。そうですね、はい、大谷さん、まあ、うん、私初めてね今日こう見たものもたくさんあったんですけれども、はい、なんかこう仏像と言いますとね、こうとってもこう崇高なもので、はい、あまりこう近寄ってじろじろ見てはいけないんじゃないかなって、はい、そうですね、思ったりもしてたんですが、うん、でも、まあ、形にせよ、それからその当時のこう人の思いにせよ、こうとってもこう人間に近いものが感じられるような気がしたんですけれどもね、はい、特に岩手県はそういう仏様が随分多いんですね、うん、これが岩手の一つの特色だろうと思いますね。はい、今日伺った、ね、お話をこう、はい、まあ、印象に残ってまたこう見ますと違ったように見えてくるかもしれないので、私も今度どこかで見ようと思ってるんですけれどもね。はい、そうですね、はい、皆様のお近くにもね、まあ、お寺なりで必ず見ることができると思いますから、はい、まあ、そういった意味ではね、皆さんもぜひ機会がありましたらちょっと覗いてみてはいかがでしょうか。今日はいろいろとお話どうもありがとうございました。今日のふれあい場では仏像テーマにお送りしてまいりました。今日の今月の顔なんですけれども、その仏様を今でも彫ってらっしゃる方です。ご覧ください。